進歩党代表の鈴木真嗣です。岸田首相が念願のウクライナ訪問を果たし、首都キーウでゼレンスキー大統領と首脳会談を行いました。私はかねてから早期のウクライナ訪問を主張していたので、それが実現したことは評価します。しかし、一部のマスコミに対してポーランド到着からの予定をリークしたであろうことには強い疑問を感じます。おそらく事前にアメリカ、そして敵対国のロシアにも訪問を伝えたのでしょうが、いくら習近平氏の訪ロ中であるとはいえ、ルートが公になればそれだけリスクが高まることは言うまでもありません。また今後ウクライナを訪問する各国首脳のリスクも高めることにつながります。成果をアピールすることだけに夢中になっている首相、政権べったりの御用メディア、こんな人たちでいいんでしょうか。予定をリークした経緯と誰にリークしたにかについて徹底追及しなければ、いつか被害が発生すると私は思います。